はい、皆さんこんにちは。 FM ルピナスの、PK 戦をね解説していただけるタンさんです。よろしくお願いします。お願いします。まずですね、あのルピナス PK 戦ですね。まずは 3.5 メートルの位置ですね。ここにね、僕らこうちっちゃい待ち針をね入れてますんでね、ここに置くんですけど、まず2個ですね置きます。このスキットルを倒した方が勝ちなの。まずあの待ち針を中心にね、スキットルの長さで2個置きますね。先行が左からなんで1、ここが10を倒せば、PK 成功ということですね。それでですね、実はこれだけじゃないんですよ、キーパーが必要になりますんで、まず1投目、こちらのねスキットルをね、キーパーゴールキーパー役として置くんですけども、スキットル1個分をこう手前に置きます。はい、これ防御ですね。パンさん、じゃあまず投げてもらっていいですかね。パンさん、じゃあ左側の1番を狙ってね、投げます。パンさん、うまいからな、これ、外したらこうずっと残りますよ、これ。一発勝負ですよ。はい。いけるか。はい。お、素晴らしい、さすがパンさんですね。プレッシャーに強いですね、パンさん。まあ、そうですね。これで、はい、キーパー、ゴールキーパーをこう、かわしてね、シュート成功ってことですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、パンさん、高校もやっていいですよ、高校も。はい。はい。10番。高校は10番なんでね。はい。はい。成功、すごいですね、パンさん。本番調子いいですね。何回も取ってるわけじゃないですからね。はい。だからこれは、先行の人も高校の人も、両方とも丸々ってことでね、成功ってことですね。はい。はい。で、次ね、2ターン目ですね。2ターン目はなんと、この、前に守ってたキーパーが後ろに行きます。そう、ちょっとね、どっちのが難しいですか、パンさん的には。いやー、手前を狙う方が難しいですね。こっちの方が難しいですね、はい、パンさん的には。これがね、2投目、交互にやっていきますからね。では、じゃあ、先行の2ターン目ですね。お願いします。こっち行きます。はい。おっと惜しい、触れたけども倒れない。こういう時は失敗ですね。ナイスキープ、ナイスキーパー、ファインセーブ出ました。はい、じゃあ高校の10番、はい、高校の10番おっと、これも失敗ですね。珍しいですね、パンさん。さっき当ててたんですけどね。さっき一応よかったね。はい、ということでパンさん大丈夫ですよ。ということで、これで、最初の1投目は両方成功。2個目は両方とも外したという、そういう形になります。はい。丸バツ、丸バツでしたね。では、私と1回、普通の5回やるパターンで、そうですね、ちょっと試合やってみましょうか。そうね、PK 戦を、ルピナス PK 戦。多分、世界初かもしれないです。世界初の。だって、こんなルール決めたとこないと思いますんで。まあ、ルピナスの、ね、ワールドカップだと、延長戦にもつれても引き分けの場合はね、PK で決めるということがあるんで、この PK 戦はね、事前に、第1回のね、ルピナス大会がまだありますので、後で、はい、事前に分かっていてほしいんでね、ルール説明をね、はい。はい。じゃあ、ちょっと試合しましょう。パンさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。これですよ。10番。やばい。これね、パンさん調子いいっすね。調子いいっすよ。うわ、マジか。マジか。いや、うわ。めちゃめちゃピンチだ。これは結構難しい。
という、これが4回目。シュノルが外せば。でも今4、2、そうか、3、2、3、1、3、1でしょ。さあ、これでおしまい。